皆さんおはこんばんにちは、バラカルタのおさっちです。今日ははい、ローラスカップケーキを買ってきました。ローラスカップケーキはイギリスのロンドン発のお店で、いろんな可愛いカップケーキがあるんですけど、こちらはホワイトデー限定のカップケーキです。で、ローラスカップケーキ毎年3月になるとこういうお花をモチーフにしたカップケーキ出すらしいんですけど、なんかね、今年のはやたら可愛くって、デイジーっていうお花をモチーフにしたカップケーキなんですけど、ときめいたので買ってきました。食べるのがもったいないですが、早速いただいていきたいと思います。パラッカルタ。じゃあまずはデイジーカップケーキパープル、デイジー、いただきます。とりあえず割ってみようかな。断面はこんな感じです。なんかベリー系のジャムみたいなのが入ってますね。なんか想像してたよりも甘すぎなくて美味しいですね。バニラビーンズが入ってるんですよ、生地にもクリームにも。バニラがかなり濃いです。クリームは思ったより結構硬くて、なんか冷たくない濃厚なバニラアイスクリームを食べてるような感覚です。なんかカップケーキ生地はちょっとアーモンドパウダーが入ってそうな、結構コクのあるカップケーキ生地で、私アメリカのマグノリアベーカリーを1回食べたことあるんですけど、甘さもね、マグノリアベーカリーの方がだいぶ甘かった気がします。カップケーキはあっちの方がふんわりしてました。こっちの方がしっとりしてる感じ。でもクリームがね、本当に思ったよりカチカチで硬いんですよね。なんかちょっとバターを切ってる時のような、そんな感覚です。もうちょっと私はふわっとしたクリームの方が好きかな。次、デイジーカップケーキピンク。こっちは中身がブルーベリージャムっぽいですね、色的に。クリームも気持ちこっちの方がちょっと柔らかいですね。チーズケーキみたいな感じ。これはでもちょっと癖がない感じだから、クリームチーズじゃなくてマスカルポーネっぽいような感じですね。さっきと同じでバニラは入ってるんですけど、甘さはさっきよりだいぶ落ち着いた感じがします。こっちも美味しい。なんかお花はね、不思議な感じで、なんかクリスマスケーキの上のサンタさんいるじゃないですか。なんか食感はあんな感じなんですよ、砂糖菓子で。でもなんか口の中でちょっとぬめっとしながら溶けていくような感じで、なんか不思議な感じですね。これは何でできているんだろう。前レッドベルベットのカップケーキを作ったことがあって、このカップケーキみたいにチーズのフロスティングを乗せたんですよ。クリームチーズなんですけど、なんか私が作ったチーズフロスティングの方がだいぶ甘かった気がします。これぐらいの甘さと濃さと硬さでクリーム作りたいですね。ごちそうさまでした。はい、いや、日本のケーキ屋さんではまず食べたことのないような生地、そしてクリームでしたね。まあ、あとデザインも可愛かったですね。今こんなに私冷静に食レポしてましたけど、心の中はルンルンでしたからね。こういうイベントプレゼント系のものはやっぱりそのインパクトっていうのも大事ですからね。女性から言わせると可愛い、嬉しい、幸せ、好きですからね。まあホワイトデーなんて所詮ね、日本の製菓メーカーが生み出した企業戦略でしかないんですけど、まあ、イベント大好きなのが日本人ですからね。このカップケーキ1個520円で4個セットになったのがホワイトデーのやつとして売られてるんですけど、今回のホワイトデーのカップケーキはオンライン予約ができるみたいで、ただ受け取りが原宿、六本木、舞浜でしかできないみたいなんで、バレンタインのお返しで悩んでる紳士淑女の皆様、関東にお住まいの方、関東に遊びに来る予定のある方はぜひ候補に加えていただければなと思います。で、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれたらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。パラカルタのおさちでした。ハッピーホワイトデー。